マルベックマルベックはフランス南西部を起源とする赤ワイン用ブドウ品種である。数ある赤ブドウの中でも個性的な品種である。個性の第一は火火が厚いためワインは俗に黒ワインと呼ばれるほどに色が濃いこと。第二に非常にタンニンが豊富であること。それに若いワインではブルーベリーの香りまたは バイオレットの香りと表現される果実の香りというよりも花や化粧品を連想させる強い香りであることが挙げられる。ボルドー地方では栽培が認められている5種の赤ワイン用品種の一つになっているが栽培量は少ない。それに対してマルベックを中心に作られているのがロット圏のカオールである。カオールの黒と呼ばれる非常に色が濃くフルボディのワインは 好みの分かれるワインである。しかし近年は、その独特の癖が少ないカオールの方が多くなっている。フランス以外で多く作られているのはアルゼンチンである。穀物や野菜よりも牛肉の方が安いと言われる国で、肉料理に合う濃いワインが好まれるためだろう。当地の気候風土に合うこともあり、アルゼンチンを代表する品種となりつつある。九百九十年頃から話題になった。 フレンチパラドックスで注目されたポリフェノールの含有量が最も高く健康を謳ったブドウジュースやワインにはこの品種が多く使われている。青木富子映画でワインレッスン会出版社2008年 P214 ありがとうございます。